から七峰さんが今日は関西に来てくださっていまして、早速なんですけど、一番最初になんか関西に来られたこと数年前にありましたよね。2019年なんですけど、はい、あのアメブロでカウンセリングの仕事をしてて、はい、アメブロをメインで使ってたら、はい、そこに山田さんからメッセージいただいて、はい、スカイファッションショーをこういうふうにやってますって、はい、ちょっと説明会をやるんですけどって日程が来ましたって世界ファッションショーの説明会のメッセージがあって、はい、でブログ見て、はい、なんかこれだってなんかすごくピンときて、はい、で本当に勢いで沖縄から大阪まで飛行機で行ってで話聞いた時にあの もうちょっと話してくださると思うんですけど話があるじゃないですか、つながってて、はい、まあ、なんかこう磨いていくのに言葉を言っていけばいいのよっていうあの話がもう本当に強烈でわーってなってあ この話この教えこういう話が聞きたかった話だと か、 なんか 思い出すような単語使って思い出すんだよみたい な、はい、なんかそういうワードがすごく残っててでもその時帰んなきゃいけなかったって書いたんですけど、はい、でその後まだなんとなくご縁がつながっててで12回のかなファッションショーにその時はもうコロナが始まってたから、ね、行くのがちょっと幅かられるかなと思って3年ぐらい前にファッションショーに一度バーチャルで出られて説明会に来られたのは22年ですか。あ、すいません、一番最初が2019年で2019年で3年後にバーチャルで出させてもらってで2023年の夏に広島でのセカパ3があった時に、うん、たまたま福岡ですごい仲良くその時仲良かった方がなんかそのセカパス行くんだよねって言うからなんで知ってるのみたいななんで知ってるのってその山田さん紹介して一緒じゃんとかなって私も行くってなって本当にそれまた勢いで、で明日か明後日かみたいにじゃあ行くわってなって行ってでそれから皆さんと私的には感動なさりたいでああでやっぱここねやっぱこの話このお話は、うんファッションショーもやっぱすごいよなみんなの思いってやっぱすごいよなって改めて思い出しながら感動して、うん、でファッションショー出たいですってなって出てでそこからその無料で見れるムービーなんかそうを勉強できますよっていうのがあって、うん、あね遠いから関西まで行くの大変だからじゃあ無料でね自宅で好きな時間に見れるめちゃめちゃいいじゃない本当にありがたいじゃないですか、うん、喜んで見ててそしたら私、実は遊びっていいのかな、起業してて、起業して13年、14年ぐらいの時がね、この会長さんのお話を初めて聞いたのが、はい、で、その時に私が本当に起業して長いから、はい、起業して稼げない人の相談って多いんですよね。で私はもう沖縄でも北部の結構田舎で、うん、集客結構すごい難しいところにいて、うん、コロナも来たから本当に難しくなった時に、うん、まあ、やり方変えていくんですけど、うん、要はほら生き残ってるというか、うん、見られてるからその質問がすごく多くて、うん、なんでそこの地域でできるのみたいな、うん、で私もその時も結構オンラインに切り替えたから、うん、家からも出ない、うん誰とも会わないで住むように作ってたから家の中でなんでできるの生活なんでできるのってすごい聞かれてて、うん、でも私が一番あの心がけてるというか最初に絶対必要だなと思うのが、うん、継続すること、はい、ちっちゃいことを継続することだから毎日の発信が今当たり前みたいに言われますけどその発信もできないよっていう人はもう靴揃えるとか鏡拭くとかトイレの便座閉めるとかでもいいんですよ本当にもう誰でもできることをやってそれが3ヶ月続けば習慣になるっていうのがなんか私の中でも学んできたことの込み込みであって、はい、あるんです絶対的に継続しかないもう金持ちはみんな継続してる成功者みんな継続してるのがあってでこの話聞いた一番最初の動画で継続の話からされてたんですよ俺やっぱりとか思って間違いないと思ってでもうあこっちの勉強をしっかりやろうと思ったら本当に私が伝えたくてなかなか伝わらないことを伝えてくださろうとしてたし創業者さんそうおっしゃっているのは
そうだよねって確かめ、あ、やっぱこういうの伝えていけばいいんだ、なるほどねみたいな、こういうお話を私が、その私がこう関わる人たちにこうなんか話せるようになったらいいなみたいなのがあって、どうやったら伝わるかなとか、ちょっとちょこちょこ工夫しながらお話ししていってみたいなことをして、その継続の話は具体的にどういうお話でした？会長の話で継続の話、はい、もう継続ってことしか言ってないです何をやるにも続けることで、努力とか何かのお話よりもっと本当シンプルな話だったと思うんですけど、あと要は これから5本見ますよみたいな、一番最初に継続って絶対一番重要だから最初に言うじゃないですか。だから後に話が何かあるかもしれないけど、一番大事なのは継続なんだって。諦めないってことですよね。諦めずに続けるっていうかな。わかんない、5文字だけど、その周りが何も残ってない。あとはもうね、子供は本当に産んだだけでも、すごいことで上手に育てようとかしなくていいんだよとか、本当に生き悩んでる人たちがピンポイントでこれ言ったら本当ホッとするだろうなみたいな話もあるし、じゃあお金という概念も、こう覆すようなお話、じゃあ道は何だとかね、なんかその周りにあるのなんかあったじゃないですか、お金がなくてもじゃあ道は歩けるとか、この考え方の切り替え方、そういう方の変え方みたいな話をされてるのも、私実は難しくて最初、はい、道路がとか、なんかその自分がお金を払わなくても、実際お金払わなくてもすごい恩恵を受けてるって話を、繋がんなくって3回ぐらい聞いたんですよ、はい、いやなんかもう3回聞いてやっとはすごかったと思ってって感動して、でも3回聞かないと腑に落ちないってことは結構洗脳されてるんだろうなとか、世の中思ったりってことは、私が関わる人たちもきっとそうだよなとか思ったら、もっと伝えていかなくちゃいけないんじゃないかなとか、なんか私は聞けたけど、はい、多分私の体感ではみんな聞けないですよ。ちょっと話が突拍子もなく聞こえるっていうか、ってなりそうな。会長の話を与那嶺さんからご自身のクライアントさんとかにするそういう時に、多分そのまま、私はこんなに興奮してるけど、伝わりにくい、そのままの言葉じゃなと思っていうのはありました。それはなんで伝わりにくいとか、なんで伝わりにくいのか、そのまず一番最初に19年にその話をされたっていうので、すごいそれがなんかベーンってきたって言ってたじゃないですか、それを持ちつつ、まあ、ちょっと一回、広島までの間に3年ぐらいですかね、ある中でその美道っていうか、その教えとかお話、なんかこうずっと頭に残ってたことっていうか、こうなんかこう、なんていうんですかね、言葉だけはずっとあったんですよ。これだけはずっとあって、人にも言ってたんです。言葉はずっと言ってて、で、そう伝えてて、でも実感があるか何かまではなかったけれども、仕組みは分かってる気がしたので、そこからはブレずにずっと言っていって感じです。で、その、本当の気持ちが湧いてきてなかったとしても言うことっていうのは大事だと思ってたから、許せるとかね、なんか悲しいとか構ってくれない寂しさとかはあっても、言えるよねみたいな話までは私の方ではしてたんですけど、まだ実感はないですよこれをやるものだみたいなのはっていう感じかな。ね、でもそれでずっと美道をねちょっとこう温めつつ3年間来られて、きっかけがね、広島での世界を変えるファッションショー3が、どうね、そのずっと美道界に来てなくてちょっとどうしようかなって思ってる人のなんかこうきっかけ作りというか、3年経ってまたポンって来てもまたその美道魂を持ち続けてこうやってまたさらに歩みを深められるっていうことも、今ねちょっとどうしようかなと思ってる人とかにもすごい勇気を与えると思うんですけど、そのずっとこう続けられたきっかけというか、でまあ今それからも続けていかれている現在とかにこうされていることっていうか、戻るきっかけは多分やっぱりこのブログ開いてると
つながっているから、私の記事にいいねはしてくれたりするから、はい、ああ、誰々さんだ、誰々さんもいいねしたことないけど、みたいな。そう、なんかやっぱ、なんか嬉しくて、見てくれてる感じがすごいして、で、広島ってね、そういうなんかタイミングもあって、で、この時はノリなんですよ。もう運命じゃんみたいな感じの、このタイミングがいけってことじゃんみたいな感じで行ったんですけど、やっぱ緊張してて久しぶりすぎるし、なんか覚えてもらってるかもわかんないし、そしたらもうでも遅れて入ったし、どうも動きがね、ちょっといろいろありましたね。その遅れて入っても始まってたんだけど、みんな静かにこう上映会に来て、その時はまだ緊張だったんですよ。で、休憩入ったじゃないですか。その時にみんなが本当に一斉になって、うわーってなんか迎えてくれたの。そう、そう、もう何時ぐらい感動で、ああ、思いました。そうそう、こんなにあったかく迎えてくれる形なんだと思って、ね、そんな思いでね、感動しました。あ、そうなの、よかった。まさか上映会のムービーに私が入ってると思ってなくて、でそれを持って全国回ってるよって言われて、マジかと思って、なんかね、この人たちとはいいなと思って、そこからまたビドをね、復活というか、温めてたビドをまた歩み出されて、で、まあ、起業をね、されて16年目ということもあって、皆さんからどうやってそうやって続けられてるのかっていうのもあったりとか、まあ、いろんなこう、疑問、ナミネさんについて、ビドについて知りたいっていうのがあるんで、お話しいただけたらと思いますが、何でもいいですよ。じゃあ、そうですね、3年ぶりか、ビドを歩む きっかけというか、こうまたこう、あの時は帰る場所に出て、まあ、ちょっといろいろね、コロナとかもあったんで、ちょっとまあ動きづらい時期もあったけど、今回広島がきっかけで皆さんが温かく迎えられて、でそれからまた今はね、あれからでも1年ちょっと経ってると思うんですけど、はい、今またトントントンと歩まれて、まさか沖縄から何回目ですか今年みたいな、関西に来られるようになったっていうのはすごいね、大きいと思うんですけど、これが本当に不思議で、ちょっと事情があって子供とね離れて暮らしてたけど一緒に住むようになったり、まあ、両親の体調が悪くなったりで仕事の時間が結構ちょっと制限されるようになって、正直収入ちょっと下がったんです、はい、もう自分の時間で全力でやってたやつができなくなってすっごいストレスだったんですけど、児童館に行くってなってお金も入るファッションショーも着ていく服、もう準備にお金かかるって言ってね、何を着ていかなきゃいけないとかすごいあるけど、どうしよう、これで行って帰ってきて、帰った後どうしようっていう時が最初あったんですけど、行く直前に仕事入ってきて、帰ってきても、あ、大丈夫だ、みたいな。大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫になってるっていうのは2回あったんですよ。なんだこれはと思って、で、まあ、与えるのはもともとずっとなんか分かっててはやってたのがあるから、でも与えるはいつ帰ってるか分かんないじゃないですか。でも本当に当てにならないからって思ったんですけど、なんかその不思議さはあって、で、ちょうど昨日思い出して、今日の引っ越し、一人どなたかが、お母さんと話せるようになったみたいな話をしたりしたんですよ。思い出したんですけど、姉とすごい仲が悪くて、今年のお盆も姉と普通に喋ったんですよ。今まで喋ってなかったんですか？避けてたんです。